始まりまりした東京ホテイソンのオフィシャルチャンネルよろししくお願いいたしますい、えー、ということで本日はお笑いを全く知らなかった男たけるは芸人を8年間やったらお笑いクイズが分かるのかよいしょはいはい、えー、なるほどいやもうね、うん、芸人も8年,8年9年目に差し掛かってることよね。差し掛か,かっちゃった てんもうあと1年で10年よはい早い全く見てなかったじゃんお笑いそうねあのレッドカーペットエンタ以上これだけでしたね私のお笑いの教科書というのはだから逆にそのコアなとことかは知ってたそのレッドカーペットが見てたから例えばザ・石原さんとかあっ石原さんだだ、だ俺はだがみたいなそのレッドカーペットとかに出てたちょっとそのわかるもちろんね出られてたんだけどその 一般的な知名度で言っったらっていう逆に俺今パッて言われたら出なかったもん俺だからザ石原さんがねやった俺のスタッフの中でね <laughs> 一番上にあんのよ俺だからちょっとね、あのーはい、一般常識お笑い一般常識ねまあそのお客さんはあれだよでもその芸人やってたら分かる一般常識,、うん、常識をちょっとクイズに。 もう8年やってますからもう9年目なわけですからもうこれは大丈夫ですよあのめちゃくちゃ難しい問題は用意してないよそのこれもうマニアすぎるだだからもう一般常識でしょ芸人8年やったら1回は耳にしたことある OK 芸人常識を OK ちょっとやってこうあのこれ分かんなかった場合はもう引退だよ、はい、いやむちゃくちゃじゃねえかえだってそうだよだってそうだよ早だって <laughs> だってそうだだよって分かってないってことはもう芸人8年やってないってことじゃんいややってやいやそうだよね分かった分かった分かった行こうじゃあ引退する引退しますはい1問でもミスったら僕は引退しますからはい NSC じゃ通いますないですかちょっと10万高い人力車の方ですやだよ人力車ちょっと高いんです人力車絶対に所属できるって確約ないからあこう NSC は絶対に NSC に所属できるっていう確約があるけど <laughs> 今のもちょっとすごい知識だね確約できないんですよ人力車って実はほら,ほらじゃあ、はい、いきますよ第1問 1>、はい、同じギャグやボケを2度3度繰り返すことで笑いを取る手法を何というでしょうなめ腐っとるじゃねえかお前 <laughs> 俺のことを何がだよ俺ふざけるな <laughs> お前マジでふざけるな <laughs> マジでふざけるなよ本当にいやもう一年目で理解したわそんなこと分かってない可能性がございますのでうわマジでふざけてるわ分かってなかったらこれやっぱり引退だかねこれはいじゃあ正解は天丼正解ですいや当たりだよまあまあ危ない危ないマジで俺本当に俺このレベルのが分かんなかったらそれマジで引退するわ俺第二問 ザで視聴者の点数を表す言葉とはいやもう,もうだってちょうど俺らが芸人始めた時に「ザ漫才が始まってるからね、うん、じゃあ終わったのか終わった国民をて正解です危ない危ないこれで分かんなかったやばいってこれはこ,このレベルは引退だからいやこのレベルはマジで引退第3問「旧 m 1の歴代チャンピオンを全部書いてください。 全部ちょっとごめんなさい三かけ書かないですよ3は大丈ですちょっと年じミスってる可能性がちょっとありますけどでも、はい、じゃあ答えは中川家さん、はい、増田岡田さん、アンタッチャブルさん、フットボールアワーさん、ブラックマヨネーさん、チュートリアルさん、サンドさん、パンクブーブーさん、ノンスタイルさん、笑い飯さんメンバーは合っていますあ、じゃあここが逆だ逆ですで、あとはってる、ね。ここ逆です あ、ここね。まあまあまあ、まあ、いいでしょういやいやこれいいでしょういいでしょう第4問「m 1グランプリ」と「ザ・漫才」の2冠を取ったコンビといえばこれはわかるでしょううん、うん、そうですはい。答えはパ,パンクーーブーさん。正解ですはいこれは知ってうそれはもちろんもちろん,もちろん第5問「ザ・漫才」の優勝者で唯一非 吉本の芸人は誰？はい答えは浜川さん正解です。あのー、もうもうこの辺は全然いけるいける大丈夫大丈夫余裕余裕。余裕数が苦手なんだ。そう数がちょっと多いと無理。<laughs> 第六問お笑い第三世代の芸人を三組かけいやこれは知らないでしょみんなこれマニアじゃない三ってどこの世代？ ええいや俺お笑い第4第5って言ったら俺まあちょっとあれかなと思ったけど第3はえっ、ー、悩むことがあるかね 3? えー、あもうこれこれマジ引退だぜいやこれは養成所じゃないぜ引退だぜ本来第7と第3しかないんですよ白のさんそうですこれ大ヒントです 消す前にちょっと1回もしてください藤原さん雨上がり消したいさん <laughs> ヘビイチゴさん <laughs> <laughs> その天祖が第三世代なのかなって俺思った最初思ったうん、うん、でもヒントを経てじゃあこれ4だじゃあ天然素材さんが4だからってなるとその7年周期を追えばいいわけでしょ新しい波の「ナイナイさんの前は」っていう出す単語全部間違ってるよ今え <laughs> じゃあ第三世代じゃ答えお願いします。ダウンタウンさん、トミーズさん、ハイヒールさん。ま正解です。だよね。危ねえ。ただたよ。危ねえ。おい。キセキボス。いやだって同期じゃん。いやこれも第三世代さんです。ああああ。今日お仕事したね。今日お仕事したね。これの前にみんなが各メジャーな。二人書いてください。ダウンタウンさん、トンネルさんうんちゃんなんじゃんか。 そうですあ<ー>これをみんな書くテレビ的な感じイメージ <laughs> ダウンタウンさんトミーズさんハイヒールさん第3世代だけどそうでしょそ<う>あ<ー>先に言うたのはトミーズさんとかハイヒールさんだからねハッピうん。それは知ってるで松本さんが家帰ってお母さんに「その、なんであの頃は出てるのにあんたら出てたいの?」って言われたみたいな話は知ってるなんでこは詳しいのか <laughs> 第7問ビッグスリーはたけしさささん、さんさん、ですが だるーそれをもとに派生したお笑いミドル33組書いてくださいそれが出てこなかったのよさっきそれをもとにまあ番組を作ったんですテレビであったんですそういうのがえ <laughs> ちょっと待ってこれ <laughs> ちょっと待ってここからやっぱ難易度難しい7問目なんだからそれはまあじゃあこれをストレッチーズさん聞いたらまあ間違いなく100で分かるわな <laughs> 本当に本当にこれ違うかな答えは オードリーさんウーマンさんナイツさん不正解ですインターーありがとう今まで岡山帰るのか仕事どうすんだよ東京でまだいいのか芸人はもう無理だから岡山帰る岡山<っ>帰る帰って先生になるのまた DJ になる <laughs> 正解っていいですか、はい、雨上がり消したいさんサマーズさんクリームシチューさん「アメトーク」でもありましたミドル3っていう回がその DVD あなた持ってました私貸しましたちょっと一回すまんすまん引退ですいや一回じゃあギャラの切羽やめるわさんこれで手打ってくれまずは ギャラのセイパン55じゃなくて73にするからつぶ間違えたら82にするから91で10で働かせていただくわそこまで芸人が好きなんだな分かったじゃあじゃあ第8問新しい波16から派生した番組名をお答えくださいいやいやその普通これは分かんないちょうどなんか今旬だし 芸人の楽屋であの波にじん時に歴史を楽屋で語った記憶私は持ってますあなたとかまいたちさんなんだよあそこは分かるんだそう,うーいやいやこれ出てこねえなーうわマジで出てこない最初人して藤田啓代もてそんな分かっちゃうもん出てくるもんファンってメモリーツリーでプププっつってじゃあもういいよじゃあ本当にヒントなひらがなカタカナひらがな4文字カタカナ4文字です ダメだもう出てこないこれわかるのみんな前の人はわかんないそれはでもこっち芸人やってんだからその話入ってくるじゃん特に波二次世代だったじゃん俺たちオーディションも行ったじゃんかはい答えはちょっと出てこないもんマジでマジで <laughs> <laughs> ドラえもんの道具え もう出てこないのよ<密>これマジで。秘密道具秘密道具じゃないから。いやマジでもう出てこなかった。正解は。フクラムスクラムです。そう,そう <laughs> ああくそ。じゃあ第九問。八時でとどめたい。トンネルズさん。はい。高さんの立ち位置は上手でしょうか下手でしょうか。ちなみにあの、はいはい、僕が上手です。でゃ俺が下手。はい。はい あねよしとりあえず俺ギャラはもらえる位置まで来たねラストはい NSC の正式名称はこれはわかんないよ通ってないもん俺 NSC は NSC だもんちゃんと正式名称があるんですよ <laughs> こ<れ>いや答えは NSC はい「にっこりスクールチールド」だよ <laughs> <laughs> 笑う笑う笑顔笑顔で笑顔を作る学校の子どもたちっていうにっこりスクールチルドル正解は「ニュースタークリエーション」ですいやそんなわかんないわ91だ91あなたのドラマも1よりしか入ってこないんです何でしたっけあのドラマ国宝級彼氏オーディション何ですか これでこれこれこれでしょあなただけ違う漫画のやつなんですよ残念でしただからまあ半分以上は正解できたけどちょっと割合取り返しに行っていい出す俺が問題をあいいですよちゃんとそのラインで出すから俺も今ぐらいの全問正解できちゃったらつまんない動画になるよいいのそれでも全然いい俺がとにかく割合を取り返すってだけの動画だ全問正解した時はもう10ゼロ <laughs> それはかけるよ俺もただ飛行機乗って営業先行って,って帰ってきて <laughs> 俺はもうボロボロの家に住む OK <laughs> です逆周辺ね逆周辺ちょっと待っててください、はい、とりあえず今の東京鉄道9対 1, です1になりましたありがとうございましたチャンネル登録よろしくおいビブラート侍か